まあ、ちょっと話それたんで戻すと、でもその提案すら、さっきの提案すら、クライアントの価値を提供するための提案です。さすがに訪問して50万円いただいて価値提供って難しいから、であれば来ていただいて40万円の金額は広告に使ってください、ぜひ、っていうだけの話ですね。だからお金儲けしようと思ったらポコって言ったらいいですよ。あ、行きますよって50万でみたいな、行きますよ。けどどうでもいいから、結局一人の人からたくさん食べようとするから大変です。一人の人からちょっとずつもらって、それがいっぱい自分の周りにいてくれた方がよっぽどいいですね。だから今僕はそれやってます。なんで僕はこの人が社会に価値がある、この人のものを提供するのは社会に価値があると思った人は無料で、無償でやってます。今はね、逆に。はっきりと無償でやってます。後でもう少し僕のビジネスモデルの話もしていきますので、そこでもお話しますけれども、その根底にあるルールは、目の前の人に貢献するっていうルールです。目の前の人に貢献するっていうルールがなければ、いつまで経っても貧乏ライターですよ。だってそうじゃないですか。自分が食うことしか興味ない人に関わりたいですか？逆の立場からしたら。こんだけやったから金くれ、こんだけやったからもっとフィー上げてくれって言い続けるような人、付き合いたくないですよ。ただそれだけです。シンプルです。たった一つそれだけ。だから、しっかりと稼ぎ続けるライターになりたければ、自分を満たすことを捨てることです。自分の収入を一回忘れることですね。でもお約束できます。さっき言った目の前の人に貢献するっていうルールで生きてれば、絶対に収入は勝手についてきます。だから収入なんて考えなくていいんです。こんなもんついてくるんで。で、そして今日言ったビジネスモデル、あのプロセスですね、一番短期間でいけるよっていう無償奉仕からいかにして社長の右腕になっていくかっていうプロセスを教えました。あれやってさえくれれば手に入ります。ただその時の心持ちが、あの、こうやってやれば30万手に入るんでしょう、よし、やしめしめやったろう、ダメですよ。そんな気持ちでやってたらすぐ言い訳が出ます。これだけやってるのに全然お金もらえない、同じことですね。そうじゃなくて、目の前の人に貢献して貢献して、でもいただけないんだったら貢献が足りないんです。信頼が足りないんです。ただそれだけです。だからもう目の前の社長に貢献するっていう一本のルールですよ。自分を食わそうとしない、自分は自分で食う、ね、ダブルワークすればいい。